怪我はありませんか？少し休んで。きっとここにいる。皆さんこんにちは、星椎岳です。モンスターハンターワールドアイスボーン続きをやっていきましょうということで、まあ戦闘自体はね前回から引き続いているんですけども、まあ動画は一旦切ったと思うのでやっていきましょうか。なんだこれ、石ライオン、ちょっと待ってくれ。あなたは希望の青い星です。俺何回死ねんのこれ。3回ぐらい死ねるよ。前回から引き続いてないよね。買って。よいしょ。なんかしてる。全然何をすんのか。範囲広いな。お前ただのブルドーザー。
わっわっわっ、何見えへんて。頭かと思ってたらお尻やった。バスとかそういうの聞くの？ていうか石ころないの？石ころ。ここなんか罠ない？スリンガーダンすらないって、もしかして。ここは何のために登るの？石ころもないし。食い打ちはできない。うわお、
この辺にあった。無理やな、さすがに。なに、あー、電車気に入り、うっわー、クソビーム打ち上がって、この野郎。あれやってるの結構ボタン好きなの。あー、そういうこと、下がってんのかも。やべえ、ガード強化でもガシガシでくる。唯一の救いはこれでビーム振らへんことだけやな。
ねえのかな。無理やろ。うまいな。これまだ動かさへんからなんとか。ないんすよ。コロッとしてコロッと置ける。うわーい、こいつはまだスタミナ削られるけど、もういけない。はあ。あれないやん。この扉はないやん。そんな怒ってんねん。おいで、なんだ。死んだわ。いや、よみがえらさんといてほしかったな。
んで打ち上がったよな。いやー弾が入ってなかった。無理やねんな、届かへんねんな。ないや。おう。うわあ、疲れた。ほら、ちょっと、そろそろ帰るか。ガンナーで行ってみるかな。防御力低いのにこれで行ってもしゃあない気がするねんけど。これはいらん。戻りでもあるよな。貫通弾の方が良さそうな気もすんねんけどな。防御力がちょっと高いしな。弾が全然ねえよ。もう一回くれんねや。飛躍入れて打ち消しとかはいらんや。結局使わへんねんけどな。よし。ん？出られへんぞ。あれ？これか。
はぁ、一撃？意味がわからん。何やった？さっきのは何やった？あれの回避策もわからんし。参ったな。怒ってはる。ぶつかる気ないんや。出た。何これ。
あー、なるほどな。あれの近くにおったな。離れるしかないわ。ああ、終わった終わった。ダメだ。出なかったよ。うわー、怖い。
ぱい動かなければいい。俺のこの回復と似てるな。まだ切れんのか。切れる。よしよし。これ液状化現象。はあ、ずるい。
あー、くそ間に合わへんな。撃って、あ、ピヨった、これ死んだ。助けろバカ、助けろバカ、お前同じとこで死ぬだ。あれやな、お供の600ダメージ効いたな、爆破の。あー、マジ疲れた。こんな疲れるか。前のゼノジーバの時よりある意味しんどいな。名前ないんかこれ、はてなはてないけど。なんかこいつ壊れたやつないんか。頭、今回頭壊してへんねんな俺。前死んだ、何回か死んだ時は頭壊したりできたんやけどな。なんか図柄とかいうのが落ちてたけど、今回はダメやったか。もう頭そんなに入れてないしな、もう正面立たんようにをなるべく。ふぅ、疲れた。いや、だいぶカットカットして編集してつないでやる。これが一応ラスボスっていうことかな。アイゴー、やったわね。そして本当にあなたは最高のハンターです。あんたがいなけりゃ私とこの子の課題は永遠に謎だったわ。本当にありがとう。私編纂します。今回の調査と大いなる存在のことを全て。そうね。それにしても大変な課題だったわ。もう思い残すことはないし、ぽっかり穴が開いた気分よ。以前尊敬する方が言っていました。真実はすごい速さで飛んでいく。追いつきたいなら進むだけだ。そうね。次の課題は自分で探さないとね。おい、大丈夫
怪我はなく。やっぱあんたすげえな。無事で何より。見事、あっぱれ。こりゃすごい。まさか、侵略に干渉する存在だったとは。何やってるのよ、あんたたち。調査団としては、我々は残る方針ではあるんだな。個人としては、断固行くべきだろう。というわけで、来ちまった。本当に、よくやった。よし、そろそろ帰ろう。なんと、死んでなかった。大きさか。おいっしゃ。大団長、何やるって素手か。大事で。ネギ来た。生きて。ネギやばすぎる。コントローラーが手放せだから大自然ってやつ。よっしゃ、よかった、倒せた。終わった。名前ないんすか君。今回は確かに死んだんかな、一回やけど。お、防具の強化段階解放。はあ、よかった。先生が俺をかばったとき、冷静じゃいられなかった。やっぱり俺は総司令に向いてないよ。てっきりお前がやるもんかと思うんすけどね。もし俺が危ない目に遭ったとき、慌てたり怒ったりしてくれる人がリーダーだったらすごく嬉しいよなって。そうよ、お前しかいない。やってくれ。あ、うん、よし、よっしゃ。そうと決まれば次の調査は。ああ、それなら。つまりレイギエナの異常行動もイベルカーナや古竜たちの活発化も大いなる存在と関連していたんですね。そう予想できる。大いなる存在は地脈に影響を与える存在だ。地脈はあらゆる場所に通じ、生態系と密接な関係にある。奴の活性が生態系にゆっくりだが確実に影響を与え、それが限界に達して
あちこちで異常が吹き出したのね。だとすると生態系はこのまま壊滅するしかなかったのでしょうか。いや、あの場にネルギガンテが来ただろう。自浄作用か。うん。自然とは異常が発生しても自らの力で辻褄を合わせるもの。かの存在という脅威に対し自然が取った自浄作用が。ネルギガンテ、もっと調査する必要はあるがな。まあ調査団の行動も自浄作用の一種だったのかもしれん。自然ってすごい。ほら、みんな食べてくれよ。次の調査に向けて力をつけないとな。次と？何言ってんだよじいちゃん。ネルギガンテだよ。どこまでも追いかけるに決まってるだろう。次も頼んだぞ。知りたいことまだまだいっぱいあるよ。祖父が月の石と呼んだこれの謎も相棒のおかげで解けました。あなたは希望の青い星、きっとこれからもみんなを導いていくんでしょう。しっかりしろ、おかわり。だけどどんな時も私が一緒です。五匹の竜の話にもありますからね。星のそばには月がいるって。そうと決まればもちろん腹ごしらえですよね。乾杯。はい、ということでアイスボーン、モンスターハンターワールドアイスボーンのストーリーモード一応クリアをいたしました。あー疲れたね。最後が特に疲れた。鉄鋼判明みたいなことしてたけどだいぶ疲れたわこれ。はい、ということで、ストーリーモード以上になりますのでここまでになります。ここまでご視聴いただいた皆さんありがとうございました。でまあ、たまにね、まあ、もしかしたら生放送等するかもしれませんので、その時はまたよろしくお願いいたします。それではまた次回動画でお会いいたしましょう。またね。
ていましたよ。皆さんあちらに。この辺りはどう？だからさ。よし、来たな。それじゃあ、行こう。